はい、皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。はい、今日はですね、引き続き、前回の動画に引き続きですね、あの西尾市のコラボ動画になります。これはですね、あのうなぎを食べた後にですね、ちょっとしたジェラート屋さんがあるというのを聞いてですね、また DT ぶらり飯をやっているわけでありますが、そのジェラート屋さんはこちらになります。じゃん。はい、ウィリアムジェラートになりますね。ウィリアムジェラート、まあ、あのとあるね、B リーガーのね、お兄さんがやっているというね、あのジェラート屋さんになります。まあ、このように一番最初入り口がこんな感じになってるんですが、まあ、あのちょっと奥にですね、書いてあるようにですね、路上駐車の禁止っていうところだけ皆さんちょっとご気をつけください。それではですね、あのこのように階段を上がっていくとですね、あのその景色を見渡せながらジェラートが食べれるよというね、ような場所になっているので、ここでですね、ゆっくりコーヒーなども、飲んで休むのもいいと思います。それでは店内の方を見ていきましょう。はい、店内入って早速ですね、あのコーヒーの豆たちがね、あの並べられております。まあ、これをね、自分でかなり種類が多いので選んでですね、お家に持って帰るのもよし。皆さんぜひ見てきてください。はい、早速ですね、何のジェラートにするのかっていうのを、ね、DT を選んでいる最中になります。皆さんにもジェラートを見せていきたいと思います。はい、こちらがジェラートになります。写真じゃ足りないって仕方ないですね。それでは、皆さんに動画のジェラートたちをお見せしたいと思います。はい、こちらがジェラートたちになります。かなり色はね、カラフルですね。ジェラートって言ったらね、僕的にもっとシャリシャリしたイメージだったんですけど、まあこれらは、まあ見た感じでそんな感じじゃないですよね。すごい美味しそう。どれにしよっかな。はい、どれにするか決まりました。DT は3種類食べたいと思います。まず1つ目はこちらになります。はい、ピーナッツバターといちごのソースになります。そして2つ目、レモンフロマージュですね。どんな味がするんでしょうか。3つ目がですね、ピスタチオでございます。これは鉄板よね。 DT が一番好きです。さあ、どんなカップで出てくるのかお見せしたいと思います。はい、それでは早速ですね、こちら3種類をですね、僕が頼んだレギュラーの3種類なんですけど、はい、どれがどの味かまず分かんなくなっちゃったので食べて皆さんにお伝えしたいと思います。ではまず1個目からいただきます。うん、これはレモンですね。レモンが入ってます。あの口当たりがすごい柔らかくてですね、ジェラートってもっとなんかシャリシャリしたようなイメージを持ってるんですけど、まろやかな口当たりのレモンの風味が口の中に広がります。じゃあ続きまして、もう一個こちらを食べたいと思います。ピーナッツバターめっちゃ見てるけどいちごとピーナッツバターですね。ピーナッツバターすごい柔らかくなって入ってますね。いや、でもすごい食べやすいです。そんなに甘すぎずにちょうど程よい感じで食べれます。それでは最後、ピスタチオですけど、ピスタチオはピスタチオですごい、あの口の中でさっと、なんだろう、すりつぶされたような感じのピスタチオが広まると言いますか、表現がしにくいんでちょっとこれ練習しなきゃいけない。だけど僕ピスタチオ結構好きなんですけど、アイスクリーム一番うまいですね。めちゃめちゃうまいです。美味しく完食していきたいと思います。僕が食べた3種類の他にもね、こういうメニューがあります。まあ男2人でですね、あーだこーだ言ってる間にですね、あのオーナーのあとある B リーガーのね、お兄さんのがやってきたので、そのお兄さんにお話を聞いてみました。はい、早速ですね、あの
B リーガーのお兄さんがやっているというお店の方にやってきましたので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介の方ちょっとカメラにお願いします。ウィリアムズジェラートの牧一心と申します。牧一心さんです、はい、よろしくお願いします。ちなみになんですけど、まあ、僕はもう大体どの選手のっていうふうに分かるんですけど、あのちょっと見てる皆さんにどの選手のあのまあ、身長全然違うんですけど、あの北海道レバンガの牧善というのが弟です。はい、よく、はい、対戦相手としてはいたので、あのぜひ対戦相手としては、はい、あのお会いしたい。直接お話したことないんですけど、あのまずお兄さんの方と先に話すことになると思ってすいません。で、先ほどジェラートの方もいただいたんですけど、はい、やっぱあのすごいあの全てですね、あのまろやかで美味しかったですよ。ありがとうございます。僕はのピスタチオが一番お気に入りだったですね。あ、ピスタチオはあの結構いろんなジェラートのお店ってピスタチオペーストを使ってて、はい、まあ、滑らかで美味しいんですけど、まあ、ここの特徴結構粗いです、うん、これはあの作る時にローストして、でミキサーにかけてるんで、滑らかさではちょっとこうゴツゴツした感じがあるんですけど、よりピスタチオのこう香りを楽しめる、うん、まあ、そういうジェラートすごい美味しかったです。良かったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すいません。それでは皆さんですね、ぜひあのウィリアムズジェラートさんの方にですね、あのお越しいただきたい。ぜひですね、美味しいジェラートを食べてですね、お待ちしてください。それでは今日はこの辺にしておきましょう。See you next time. Bye bye.